さあ続いては特集です。まずはすっかり全国でも有名になった秋田の観光名所の一つ、こちらをご覧ください。こちらは秋田市の道の駅秋田港に設置されているうどんとそばの自動販売機です。50年以上稼働していて、今では全国でも数えるほどしかありません。鰹節ベースで甘みのある出汁のうどんとそばは地域の人たちに愛され続けてきました。物珍しさからテレビなどで取り上げられたことで、全国からもこの味を求めに多くの人が訪れるようになったんですね。管理しているのは佐原澄夫さんです。もともとこの自動販売機は佐原さんが経営していた商店に置かれていたものです。道の駅秋田港からほど近い場所でおよそ40年、人々のお腹と心を温めていました。ただ頻繁に機械が故障してきたため、商店を閉めるのに合わせて自動販売機の営業もやめようとしていました。しかし存続を願う多くの声を受け、2016年道の駅秋田港に移設。去年外側は変わりましたが、中身の機械は昔から同じもの。時折不調になりながらも元気にうどんとそばを提供しています。本当に有名ですから、多くの人が食べた経験があるんじゃないですかね。そうですよね、まあ、なかなかもう秋田でなければ体験できない、食べられないという、こう希少価値もありますよ ね。 そうですね。そしてこのレトロな自動販売機が主人公となった絵本が完成し、全国で明日発売されることになりました。佐原さん、どうもどうも、ご無沙汰してます。9月下旬、自動販売機を管理する佐原さんのもとを埼玉から訪ねてきた女性がいました。絵本作家の弓村キキさん。自動販売機と佐原さんのもとに2年前から定期的に通っています。テレビでその存在を知ったという弓村さん。自動販売機を取り巻くさまざまな人たちの人間模様に心を動かされ、絵本のテーマにしようと思い立ち、初めは一人で秋田にやってきたそうです。正直この自動販売機を生で見た時ってどんな印象でしたかね。思ってるずっとポンコツで大丈夫なのかなこの子と思って、もっともっとこう綺麗にしなきゃなと思いながらですね、大丈夫かな、持つのかなってこう、まるで母親のような気持ちで、はい、愛おしんでました。道の駅秋田港の協力も得ながら、ようやく形になった絵本。この日は見本刷りができたため、出版社の担当とともに訪れました。かわいいのができます。表紙がこれなんです。これなんです。もう一番やっぱり象徴的なものにして、やっぱりあの最後までね、ポンコツにするか違うあのタイトルにするか悩んだんですけど、一番最初にザラさんと話してる時、このポンコツ自販機だけど、ポンコツだけどみんなに愛される自販機だよねっていう話から始まったので、そのままもうポンコツ自販機になりました。絵本のタイトルは僕はポンコツ自販機。時々故障するうどんとそばの自動販売機を、散歩中の親子やトラックの運転手、悩みを抱えた社長など、さまざまな人たちが食べに訪れ、そして日常に戻っていく、その様子を自動販売機からの視点で描きました。以前全国紙の新聞記者だった弓村さんは、実際の客や佐原さんを取材して、それをもとにフィクションとして絵本に盛り込みました。もうでもいつも佐原さんが中心にいるんですよ。自販機と一体化して、いつもこのブルー着てらっしゃるじゃないですか。もう、佐原さんといえばブルーです。はい。もうみんなにこう愛されて。自分がこう絵になってるのは佐原さん何たもんですかね。いえ、ちょっとむずかゆいっていうか。むずかゆい。むずかゆい、いい言葉だな。どういうことですか。
恥ずかしい恥ずかしいっていうか、うん、こんなにまでしてやってくれるのかなと思って、うん、俺本当にただの人ですからいやいやそんなことはないですよ決めてるこんなにおじさんかな俺おじさんすごく柔らかい、うん、いやいずれもう何十年もやってんだけども、うん、俺一人ではここまでまで有名にならなかったんだろうけども、うんうん、やっぱりいろんな人との出会いがあったからね、うん、ここまで皆さんに注目してもらったんだけども、うん、やっぱり一期一会っていうか出会いっていうのは大事ですよね、うん何度壊れても修理してそして温かいうどんとそばを50年提供してきた自動販売機弓村さんはポンコツという言葉に人間臭さと優しさを込めたと話しています 愛を込めてみんなそういうとこあるでしょってできないこともあるし、うん、それでもいいんじゃないかって、うん、ちゃんと再生できるし元気になれるんじゃないかってそれをみんなで補い合って人って絶対一人では生きていけないのでそういう人と人の間にこの子がいてそれが人間人の間って書いて人間じゃないですかこの子がいてくれてよかったなって私は思うのでみんながそう思ってもらえるようなのを作品を書いたつもりです。はい、こちらがですね、明日発売の絵本、僕はポンコツ自販機ですね。はい、先ほどの見本刷りの状態から細かいところを詰めまして1ヶ月でとても綺麗に仕上がり製本されました。うん、こちらが佐原さんですかね。ブルー着てますね。はいはい、佐原さんですとかもちろんこ うどんの自販機も、ね、知っている人物が温かいタッチですごく描かれていて読みたくなりますね。そうですね、大人も簡単に読めると思いますよ。うん、秋田の一部の書店ではもう店頭に並んでいるということなんですが、はい、全国では明日一斉に販売開始となります。はい、特集でした。